マシュマロ系馬バラエティー、馬バラどうも、三脚の村子でーす。はい、皆さんこんばんは、白川優奈です。よろしくお願いします。よいしょ、お願いします。はい、一人感染サガントス、みずみずこと稲美月です。よろしくお願いします。よいしょ、お願いします。はい、アリーナこと草原アリーナです。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、父は競艇選手、姉はポーカー日本一、博彩 DNA と超能力で今週も馬券的中したいと思います。馬バラの生徒会長、みおちょりこと佐久間みおです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週はスペシャルゲストでございます。ジャイスタとジョンさん、ジャイさんです。はい、パパは祖母はパチプロ。ありがとうございます。祖母はパチプロだったんですか。そうですね。あ、そう、そうだそうだ。ちなみにその父方の祖母がパチプロで、母方の祖母がジョッキーだった。すごい。しかも、まあ地方競馬らしいんですけど、親に隠れてジョッキーやってたみたいです。隠れて。そんなことできる。まあまあ表出ますけど、その当時はね。なるほどなるほど。さあ、変態仮面さんのコーナー以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。変態仮面さんも皆さん名前でハーハーするくらい毎回決まってるお約束で、来てくれないと逆に怒るんです、僕たちが。そうなんですよ、コメント準レギュラーなんですよ。さあ、ということでございまして、こちらジャパンカップでございますが、その前に先週の振り返りをしましょう。マイルチャンピオンシップ、チャンピオンシップね。はい、なくない。さあ、1着がミッキーアエル、2着がイスラボニータ、3着がネオリアリズムでございました。さあ、白川ちゃんがこちらハズレでございますね。サブのアラジンから3連服。そうなんですね、残念ながら。さあ、ミヨッチョリもハズレ。さあ、ちゃんもハズレ。何買ったか分からない。ハズレたら絶対このコーナーになると思う。でね、そうアリーナがね、もう8万ぐらいあったんで、9万あったんで、で10万達成直前だったんで、結構ね、ガリバルディの副賞に2万ポイント入れて達成するか否かっていう時だったんですよ。これずるいかけ方するから、ずるくないじゃないですか。ワイドをね、ワイドをサスのアラジンからソウル流しでちょっとこすっていう、こしゃくなやり方をしたら、サスのアラジンもガリバルディも来なかったという。そうなんですね、ドーンといかないとね。そうなんですね。今回はドーンといきたいと思います。はい、言いましたよ。はい、やっちゃった。さあ、私も同じくガリバルディ、ハズレでございました。はい、はい、ちなみにジャイさんは、ミッキーアイル本命。すごい。はい。で、まあ3連打取りました。すごい。素晴らしい。ただ、まあ4万だったんですけど、はい、配当がね、はい、あの4着の、ダノンシャークが来てたら、はい、24万ぐらいね、まあ、上がって27万かな、当然入れてます。うわ、なんで入れれるんだろう、はい、先週来てほしかった。じゃあ、そうなんだ。そうですね。ただ、まだ分かんないじゃん。あ、そうですね。今日来てくれてよかったっていう。ジャパンカップでよかったですね。そうなるように。このポジティブが多分いいんですよ。確かに。そう呼ぶんだよ。やっぱなんか、何今日外れるみたいな。2週連続当たらない人みたいな。2週連続が無理だろうみたいな。今日もう吸い取って帰る。そう、はいはい、なんか運気の良さそうな色ですしね、やっぱりね。大事って言いますよね。大事って言うよね。ダメなんだじゃ、黒やばいって言うよね。どうじゃこれ。いや、そんなことない。北さんブラックどうすんの。がっつり黒入っちゃってる。さあ、ということでございまして、はい、最初にですね、ちょっとね、いろいろ告知がありますので、はい、ちょっと告知の方を先にやらせていただきます。お願いします。12月4日に、高知競馬場にて、私白川優奈の冠レースを行います。はい、はい、そして14日には名古屋にて、7レース加藤沙耶さんの冠レースを行います。はい、15日は高崎競馬場にて9レース三尾ちょりの冠レースと、さらに馬バラの単独イベントが行われます。はい、はい、ぜひ川崎競馬場へ、足を運んでください。はい、お願いします。そして、20日が園田競馬場で5レースお豆の冠レースを行います。はい、そして25日に、馬バラの有馬記念のイベントを行います。はい、毎年恒例でございます。はい、3年目でございます。はい、はい、もう席が
埋まりつつあるので、はい、皆さんご予約お早めに。すごい。よろしく。どこで？それこそですね、うん、バキューンの収録場所のジャックあるじゃないですか、渋谷の。あ、はい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 、あそこ僕もともと店員だったんで。ああ、言ってたね。はい、そこで、やらせていただいて、毎年。バキューンの収録場所、ジャックのですか？ジャックの時もあるんですよ。ナイツの土屋くんがマスターの時は、見たことあります？はいはい、まあ、当然あると思います。ポカンですよ。当然あると思いますの時のヤバい顔とかね。はい、ヤバ感。まあ、この嘘は下手でね。いいと思いますけど。完全ストップしましたよ。はい、そっちの時はなあのジャックで。ああそう、はい、あそうですよね。はい、そちらもぜひ、そうジャックでやってますから。すごい。本当でもそうなんだって。そうそうそうなんだ。そうなんだ。まさか。藤田ジョッキーがいらした時。ああそうそうそう。ジャックでしたよね。はい。ぜひそちらイベントをよろしくお願いいたします。はい。待ってます。さあということでございましても、ジャパンカップ、はい、もう多分ねユーザーの皆さんもジャイスさんに聞きたいことたくさんあると思いますし、はい、このメンバーもジャイスさんに聞きたいことはたくさんあると思います。いっぱい。はい、どうします？ジャイスさんの印をまず見させてもらうのか、うん、どっちがいいですか？どうですか？メインディッシュを先に食べちゃうタイプですか？お肉からいっちゃいます。私美味しいものは最後食べる派です。でもお肉先に食べたら、もうバラバラじゃん。まあ、まず野菜からいきますか。ちょっと見解など聞いていきます。野菜やっぱりサラダからいきましょう。サラダからいきましょう。はい、はいはい、さっぱりサラダ。さあ、ジャイさん、ジャパンカップ全体を通してメンバー的にはどう見てますか、このメンバーは？まあそうですね、やっぱ新旧対決が面白いところと。確かにそうですね、うん、意外に、まあ、3歳も少ないし、まあ、牝馬も少ない、はい、小馬が多いんですけれども、はい、そこら辺の力関係がどうなのかなっていうのと、うんうん、はい、まあ外国馬がもう全然全く来てないんですが、ね、来てないことによっても世間は来ないと思ってるんですよ。そう思っちゃいますね。もう決めつけてる部分はちょっとありますね、はいはい、確かに。それがどうかっていうところで、まあ分かんないですよ、はい、まだ買うべきじゃないのか、今年なのか、うん、そう、まだいつかは来るじゃないですか。はいはいはい、はい、確かに。それがいつなのかっていう。しかもこの去年出てた組がそう2頭いますからね、っていうのもちょっとなんかね、経験1回してて、うん、ね、しかも3歳の時だったからまだちょっとうんね、成長してきてるかもしれないとか、ちょっと不利があった馬も去年いたんで、ね、そうですね、うん、でも考えてみてください。去年来て、はい、あ、これも勝てないわって思ったら来ますかっていう。確かに、あ、わざわざ2回目来てるというそうか、そうかことですよね。来ます？行かないですね、はい、例えばもうその好きな人に告白しに行って、うん、はい、ボロクソ言われて、うん、振られた、はい、お前なんか大嫌いだって言われて振られて、もう一回行きますか？でもそれ私行っちゃいます。行くタイプ、行くタイプ、行くタイプか。行ったな、行くタイプ、行くか。そうね、そう、まあそういう人も、まあ、いますよね。まあ恋愛観の相違ですね、これは。そうです、まあ、でもそういうタイプ好きですよ。なるほど。まあでもそうですよね、うん、まあ何らかの可能性を見出したから、そうですよ、来るというのはまあ普通の、わざわざですからね。しかも遠いですからね、はい、遠いですよ、はい、しかもちょっと気になるんですけど、うん、ナイトフラワーってラストランって聞いたんですよ。ラストランをわざわざジャパンカップ選ぶって、うん、というのもあるよね。ね、これなんだろうと思って、ね、ね、さあその辺も気になりますが、はい、さあ皆さんの気になってるお馬さんでちょっとこれを聞きたいとかありますか？あ、はい、はい、ゴールドアクター。ゴールドアクター、私はちょっと絶対に入れたい馬なんですけど、うん、なんか調教もいいのかなみたいな。調教いいですよね、はい、どう絶対に何だろう、入れといた方がいいのかなみたいな、うんうんうん、その馬券の中には入れといた方がいい。まあ入れといていいんじゃないですかね。いいですかね、はい。まあ、そこまで人気にもぶっちゃけなってないですよね。まあ、3番人気は人気ですけど、まあ、2番人気だと思いますけどね。そうですね、うん、はいはい、はい、よろしいでしょうか。どうぞ。そのゴールドアクターは有馬狙いなんじゃないかなってちょっと思ったことがあって、うんうん、2連覇を狙ってね。まあ、だから正直多分中山の方が合ってるとは思うんですけれども、うんうんうん、でも今回力を抜くなってことはないですね。もちろん絶対ないです。賞金も高いですし、はい、うん、まあ、雨降れば余計面白くなってくるかなと思いますけどね、うんうん、じゃあやっぱ入れよう、うん、
リ リアルスティール本命なのですが、二等軸にする場合ルージュとゴールドで悩んでる方がいらっしゃいますね。あー、なるほど。だからここ難しいのが、はい、ゴールドはある程度前行くじゃないですか、はい、でリアルスティールは多分刺してくると思うんですけど、はい、この先行馬と刺し馬の二等軸っていうのが、結構絶妙というか難しいじゃないですか、はいはい、要は差しが決まる展開だと差しで決まっちゃうから、そうですね、だからセットでセットと見ると、そう前残って刺すっていうのにぴったり当てないと、絶妙じゃないと当たらないんで、結構大変っちゃ大変ですよね。外がきあの差しが決まってる状態だと特に来い来いって言ってるけど来すぎるなとかね、そういう叫び方をしなくちゃいけないですよね。ちょっとね、最近ファミリーナンバーっていうこの血統の牝馬のファミリーナンバーにすごくハマってるんですけど、ちょっと面白いデータがあったんで紹介してもよろしいでしょうか。はい、さあ、まあ牝馬の番号がついてるファミリーナンバー、なんとですね、2010年ローズキングダムがナンバー1、でブエナビスタがナンバー16なんですよ、でブエナビスタは1着入選だったので、はい、変わったんで、まあどっちも取ると、でそのブエナビスタがナンバー16、2011年ですね、で2012年がと2013年がジェンティルドンナでナンバー16なんですよ、でエピファネイアもナンバー16、で湘南パンドラナンバー1、過去6年ナンバー 1とナンバー16しか来てないんですよ、品系のナンバー、ここまで偏っていると。え、これ馬場牝馬のお母さんに番号がついてるファミリーナンバーっていう、なるほどなるほど、はい、母系の血統を重視する、でここまで偏っていると。へえ、ナンバー何まであるんですか。ナンバー23まであるんですよ、まあ、大きいところで言うと。それの、まあ、ナンバー1っていうのが、過去里のダイヤモンドとか赤い引きとか、まあ、ダービーを勝つ血族なんですけど、最近、まあ、ゴールドシップとかが、ナンバー16とか、そういう感じなんですけど、でここまでナンバー16と1に偏ってると、すごいですね。いうので1頭だけいるんですよ。いるんだ。しかも牝馬のナンバー16が1頭だけいるんです。1頭だけ。牝馬よく絡みますもんね。それが、私の今回の本命、ルージュバックでございます。わ、なのでゴールドアクターとルージュバック悩んでらっしゃるって言ってたので、僕はちょっとこのデータでルージュバックを押したいなという。確かに。これ何なのナンバー。なんかファミリーなんかで、あのフランヨーロッパのブルースローさんっていう方が、その昔ヨーロッパのダービーとかを勝った、まあ、強い馬を生まれる牝系お母さんに番号をつけていったんですよ、1から。ほう。それが、ずっと 今に至るという ところで、ネット競馬とか あの血統表にもナンバーが実は書いてあるんですよ。これ、まあ、血統と考えていい。血統ですね。お母さん系の血統ですね。だお父さんの組み合わせとかも結構、まあ、細かく、言えばあるんですが、お母さんの番号がついてる。なるほどなるほど、はい、ルージュバックはナンバー16なんですね。ルージュバックはナンバー16でございます。1頭だけで、ゴールドアクターがナンバー1なんですよ、はい、あ、1なんですか、はい、で、ありっちゃありですね。でフェームあとフェームゲームがナンバー1、この3頭しかいないです、1と16は今回。あとは北三ブラックは何番。北三ブラックは9番です。ナンバー9。ナンバー9なんです。で、ナンバー9で有名なところはデニム&ルビーとか当選ジョーダンっていうところのジャパンカップを勝ちきれてない一族なんですよ。2、3着には来るけど。なるほどね、はい、というところで北三ブラックの勝ちはちょっと僕もないかなとちょっと思ってます。まあ、1枠1番を引いたのに。牝馬の血統的に。まあ3戦3勝じゃないですか、1枠1番、北三枠。でも 2400m では大敗唯一してると。そうなんですよ、まあ、まあどっちを取るか、どっちのデータを取るかということでございます。ジャイさん、北三ブラックどう思います。切ります。なんでですか。同感します。まあ、僕は、まあ、予想もそうなんですけど、うまみがないです、一番人気なんで、で、まあ、今の馬場を考えたときに、はい、果たしてうちがいいかっていう。差し決まってたでしょ、今日決まってましたね。で、まあ、ジャパンカップで逃げ切った馬って、まあ、相当いないと思うんで、もうタップダンス CG とかカツラギエースまで遡りますもんね。遡らないとね。で、であとはその例えば D マジェスティとかレインボーラインあたりは、はい、まだやってないじゃないですか、ここら辺と、まあ、対決してないです、まあ、直接対決で、やっぱ今年の3歳って、はい、
まあ皆さんも記憶に新しいと思いますけど、もう最強世代ぐらいの確かに勢いだったじゃないですか、はい、だからそこら辺の比較が果たしてどうなのかっていった時に、これ北三ブラックが一番人気で果たしてうまみがあるのかっていうところで、うん、なるほど、はい、この人気ならわざわざ買う必要はないないっていうことです。なるほど、はい、だからね、まあまあ皆さん勘違いされてるんですけど、はい、もう当てたいだけじゃないですか皆さん、まあとりあえずはね、はい、やっぱ当てたいですよね、はい、それはそうですね。だからまあ僕よく言うのが、例えば10レースやって、はい、じゃあ10レース2倍が当たるとするじゃないですか、うんうん、と1レースしか当たらないけど100倍が当たるのどっちがいいかっていうことなんです。100倍じゃないですか、うん、でもみんな前レース当てたがるわけです。そうです、がっつりね、うん、なるほど。だから徐々に人気サイドの方に寄っていく、うん、そうですね、行ってしまってますよね。それが結果里のアラジンのワイド総流しとか聞いたことある、聞いたことあります、それ最近聞いたことあります。もうやめてしまえ一番嫌いなタイプ嫌いというかもう あれ一番好きなタイプなんですよ。あ、逆にそういう人が多いから、あのやっぱそうですね、あの勝てる人がいる。なるほどなるほど、確かに、ありがとう、はい、ありがとういつもいつもありがとう、いつもありがとう、いつも違いますよね、ちゃんと答えてもらうね。なるほど。コメントで、はい、レインボーラインはどうですかって来てます。レインボーライン、ここもちょっと気になるところですよね。まあルメールがやっぱりシングウィズジョイとかで、やっぱり穴開けてますからね、はい、でこの馬やっぱ菊花賞見ても分かると思うけど、あの距離伸びても全然大丈夫だと思うんで。そうですね、うん、きっちり最後あの馬と勝った馬ぐらいですもんね。そうですね、あの最後伸びてたの、はい、あとはバテバテで残ったって感じですけど、うん、で相手は里のダイヤモンド。そうですね、うん、となると面白いで人気全然ない。そうなんですよね、はい、人気ないんだ。しかも雨降ったら母父のフレンチディプティの血が騒ぎそうですよね、うん、そうですね、はい、雨がどうやらさっき調べたら夜ぐらいに降るらしいんですよ、うん、だからもしかしたら両馬場かもしれないな。だとしたらルージュバックには朗報ですね。そうですね、はい、ね、そうか、これはいい情報、うんうん、まあ分かんないですけどね、天気予報なんで。まあね、まあね、うん、さあ、うん、面白い話、サンズオブアース。サンズオブアース、どうですか？この辺もデムーロ。そうですね、まあ勝ちきれないですよね、この馬はね、ま、もう前線マンですよね。前線マンですよね、うん、ただね、なんか12番っていい番号のような気がするんですよ、はいはいはい、だからサンズオブアースってもう本当にこれはイメージしかないですけど、はいはい、サンズオブアースに一番合ってる番号は12番だと。へえ、はい、これも本当にただのイメージですよ。何の根拠もない。いや、でも分かりますよね。はい、そうなんだ。今たくさんの、ね、北さんブラックの1番のこのイメージのようなイメージのように、うん、サウンズオブアースはなんか12番が一番いいんじゃないかなっていう。ちょっとやっぱスクリーンヒーローと被る感じがありますよね。まあ、馬主も一緒ですし。ただね、スクリーンヒーローはナンバー1だったんですよ。あ、なるほど、はい、でもサンズオブアースはナンバー20何位っていう、うん、まあ、G1 馬があんまり出てないところなんで、そういうところが勝ちきれない、はい、なので、うん、大きな違いが実はあるんじゃないかなと。あ、サンズオブアースの調教の動きがエグいんだよなってコメントして。エグい？サンズオブアースはね、僕はこの馬、うん、あのダービーの時の本命だったんですよ、うん、まあ、負けちゃったんですけど、その時の調教の凄さを僕も知ってるんです実は。その時に比べたら、まあ、ちょっとババアがね、オマババなんで、うん、あれですけど、その時レベルではないと僕は思います。あ、そうなんだ、はい、11秒は絶対切ってきますから、サンドバースは、はい、なので、まあ、もう全然悪くはないですけど、うん、まあ、そのダービーとかもバッキバキの状態ではちょっとタイムが、まあ、オマババだからともありますけどね、はい、でサンドバースの情報なんですけれども、なんか、はい、僕の知り合いで、うん、買うと来ないけど買わないと来るっていう。はい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 。その人は今回どっちなんですかね。今回買わないって言ってました。あ、買いましょう、買いましょう。ちょっと説得して買ってもらっていいですか。逆に、逆になるほど、はい、そういうね、このね、友達のジンクスがもう結構あるんですよね。ありますからね、うん、あ、
リアルスティール、ルージュバック、ゴールドアクターの中で軸を選ぶ場合、軸1頭と軸2頭どちらで買うべきですか？あ、ジャニーさんの買い方的に軸1頭か軸2頭ってどっちが多いですか？ね、パワーバランスによるんですけれども、はい、例えばじゃあ10点満点だとして、はい、本命が10で、対抗が5でその次は4とかだった場合は、はい、例えばフォーメーションで軸1投にして2投から流すっていうフォーメーションする場合もあるし、19、5とかだったらもう2投軸。なるほどなるほど。だそこら辺のやっぱ自分なりにその力関係をどう、ただ順番じゃないじゃないですか、その本命対抗黒三角っていうのは、そのやっぱ力関係っていうのをやっぱ見極めて、その都度やっぱり馬券をちょっとずつシフトチェンジしていくと、ね、はい、今回はどうなんだろう、まあどう、それ人それぞれ本命が違う、ね、それを探す旅だけどね、これ。そうですよ。さあそろそろ、はい、ジャイさんの印を気になる、はい、うわーわー、見せていただきましょう。怖い、はい、みんな気になる、すごい。さあジャイ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 とか音もさあジャイさんの印はこちらでございます、東京8レースのシャングリラ賞。なんでシャングリラ、違います、違います、なんでシャングリラ、いやこれも、いやこれも見たいけどこれも見たいけどこれもちょっと解説を、10レースでもなく V5 にもかからないやつ、それも知りたい。ジャパンカップですね、はい、本命が D マジェスティの、対抗がリアルスティール、はい、黒三角、イラプト、そして、シュバルグラシュバルグラどうしたんですか？だから最初歯に点々で間違えて、そうそう、歯からここまでよくブに持っていったと、逆に褒めてあげてください。そしてナイトフラワー、なるほど、ナイトフラワー入ってる、外国は2頭入っております。2頭、そうですね、去年のジャパンカップレース見たら分かると思うんですけど、はい、全然来てもおかしくない、そうですね、感じなんです、イラプト、はい、で4コーナーで前詰まりながらの、結構抜け出すの大変だったんですけれども、もうゴール前では、名前呼ばれるぐらいの位置で 0.3 差で6着だったんで、はい、それがまた今年、去年は輸送があんまり順調ではなかった。その点今年は本当に順調に輸送が、それこそ一回経験したの上積みというか、う、ね、はい、なるほど、はい、1年明けの上積みがあるわけですね。入国で多分キンキンになってたんでしょうね、去年はね。そうそうそう、全然入られへんわみたいな。そうそうそう、何分待たせないで、蹄鉄っすかね。絶対蹄鉄だろうって。今年はスムーズで。そんなことある？そんなベタなことある？昭和のズッコク。おじいちゃん。もう蹄鉄のボケがどっか行っちゃった。これっすか？すごい。4つあるんですけどね。あ、やばい、そういうの大好き。ちなみにコメントで、はい、騎手はどうですかって、そのイラストの。あ、武道騎手。武道騎手どうですかねって。でも日本では結構聞きますね。聞きますですね、武道。どうなんですかね、うまいですかね。まあまあ下手ではないと思いますけどね。まあまあと、もうこの馬でも G1 勝ってますもんね。そうですね。ジャパンカップの時とは違うジョッキー、ずっとパスケーさんが乗ってて、うん、今回で武道さんに乗り換わりなんですけど、うん、だそこら辺も多分良かったんじゃないですかね、うん、日本を知っている武道ジョッキーを乗せてきたというところもちょっと不気味な、なるほど、うん、ところかなと、うん、さあ本命が D マジェスティでございます。そうですね、はい、本当に今年の3歳って、はい、ワクワクするぐらいレベル高かった、もう変わんなかったですもんね、はい、上位4頭5頭はもうずっと、はい、なかなかないんですよ、やっぱなかなかない、皐月賞の 1,2,3 着と、うん、ダービーの 1,2,3 着が一緒っていう、まあまあ順番ごと違えど、はいはい、確かにそんだけ抜けてる存在で、はい、じゃあキサさんブラック
どうだったか、まあ もちろんあのダービーとかダメだったんですけど、はい、ゴールドアクターどうだったんだと。確かに、まあ、ゴールドアクターもまあちょっとまあ万世的なところあると思うんですけれども、はいはいはい、そんなに世代的に強かったかって言ったらやっぱそうでもないじゃないですか。そうですね、うん、ドゥラメンテ世代ですもんね。そうですね、ドゥラメンテは宝塚記念で2着に負けてたりとか、うんうんうん、ということを考えると、はい、この世代を評価したと。そうですね、この世代を評価して、確かに上積みという点ではあんましないんですけれども、はいはいはい、やっぱり力でねじ伏せるだけの力はあるかなと、うん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 、ちなみにあの内パクさんと前にちょっとあのお食事、はい、あのさせていただくことがあって、はい、D マジェスティは本当強い。あら、うわ、それは内部事情聞けたぞ、はい、D マジェスティ、それはちょっと買いたくなってきます ね、 そうですね、心が動く、はい、ちなみに D マジェスティのファミリーナンバーは4でございます。 4、 ね、4っていうのは1600から 2000m、 皐月賞馬に多いんですよ。お、はい、イスラボニータもそうなんですけど、なるほどなるほど、はい、まあ、そういう意味ではちょっと、まあ、ダービーの時もそうでしたけど、距離がちょっと心配かなって僕の中では思ってるところでございますが、まあでもそういうのを超越して強い馬って生まれてくると思うんで、まあ3着内には入ってきそうですよね。そうね、だからアメフットの時のブラインドタイムとかね、血統背景的にもちょっと狙いたい。こういう人って多分3着以内に入りそうですよねっていう馬が多分6頭ぐらいいるんですよ。います特賞の6頭ぐらい。さあ皆さんも D マジェスティのちょっとなんか強気、急にジャイサグったから強気になってきましたね。ただまああの左回りはどうなのかね、コーナーがそんなに、なるほど、あのダービーの時もやっぱちょっと外膨れてましたし、うん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 、どうなんだろうっていう、なるほど、まあ、ここで、まあ、D マジェスティの、うんまあ、そ世代のこの、ね、結構優劣がつけれるようなレースに、うん、そういう意味ではもう見応えあるんですよね。そうです、だからもう本当に全員調子が一緒だったら間違いなく来ると思う。なるほど、なるほど、あとはどこまで、まあ、クラシック戦ってきたお釣りがあるのかと。そうですね、が今の現状 の、 この状態がどうなのか、どうなのかっていうというところが、うん、ちょっとしたこの0コマ何秒差の積み重ねになっていくわけですよね。なるほど。さあ、じゃあちょっと、ね、毎回コーナーがあってですね、みおちょりの、まあ、爆祭の、はい、この数字が、はい、浮かんでくる数字を発表したいんですよ。はい、いきます。今回はなんだ、何番だろう、出てきたね、今自分で言った、ちょっと調子悪いんじゃない、ちょっと使い込みすぎたから。はい、今回はですね、6番が気になります。6、ラストインパクト、ラストインパクトか、リアルスティールとか、はい、16も入ってる、人気とか6関係の女さんが気になります。ちなみにだって2着ですからね、去年の。そうなんです、しかも一緒ですからね、6番ですもんね、6番、うん、ジョッキーだけが違うと。そう、ジョッキーがムーアジョッキーですよね、うん、去年は。どうなんでしょう、ラストインパクト、ジョッキー変わって、でも、ね、3列目とかで一頭入れていいよって言われたら入れたいですけどね。そうですね、うん、はい、なんか絞って買うんだったら入れないなって僕は思う感じですかね。だからやっぱもうピークは過ぎてるんじゃないかっていう、はいはい、見方もありますから ね、 ね、やっぱこの成績見ると。で去年 の、 あのジャパンカップの当日のムーアジョッキーの上騎乗っぷりが半端なかったんですよ、うん、でそのままの勢いでラストインパクト、そのまま2着の上騎乗だったんですよ、うん、となると、うん、あの去年よりは僕はちょっとマイナスな要素が多いかなとは思うんですけどね、うん、そうですね、6歳になったりもしましたし、まあ、でも逆にここまで去年の1着とかここまで人気ないと買う価値はあるんですよ ね、まあ、すね、今日も川田一番人気飛ばしてますね。そうですね、1点何倍の飛ばしましたね、5着から、はい、ね、すげえ罵声が飛んでましたね。あ、そう、明日の東京多摩地方は朝晩にちょろっと雨です。あ、じゃあそこまで影響はないかもしれないですね。そうですね、はい、やや重くらいで、ややも最近のババはね、いいんですもんね、もともと強く芝が育ってるの で、ね、多少の雨じゃそんなにも変わんないです、多分。うん、さあムーアジョッキーも今日あんまり乗れてなかったのがちょっと、そうだね、はい、乗れてなかった、乗
ですよ。ちなみにリアルスティールは、はい、あのすごかったじゃないですか、天皇賞秋が。はい、すごかったですね。順調じゃないのに。そうですね、はい、休み明けで、うん、はい。ただあのコーナー4つあるじゃないですか、はい、コーナー苦手らしいです、このまま。だから天皇賞秋のワンタンの方が良かった。そうなんですよ、4つ曲がる今回でどうなのかと。どうなのかって、それはムーアが、ムーアマジックなのか。あ、ただこの馬もこの世代ではかなり強い。そうなんですよね、はい、まあ対抗ですからね、僕は。はい、ちょっと不運な時あのことが多かったですもんね、はい、とりあえずこの番組あと30分延長しますよ。したいしたいしたい、もっともっと聞きたい。ウィーファイブを一緒に予想したいです。したいね。なんで30分なのこれ。なんでですかね。もうちょっと、プロデューサーがこれ言いました。どうせんの。そんなことできんの。自由だな。いいね。はい、もうちょっとじゃあギリギリまでいいですか、ジャイソン。いやいやいや、全然いいですよ。すごい。15分じゃあ延長で。スペシャルで。すごいリアルなこと。え、大丈夫ですか、その後ろの。なんか大丈夫。まあもう大丈夫です。うん、やった。ええ、じゃあウィンファイブめっちゃ。ちなみにミオチョリは今年ウィンファイブを36点で当てたんですよ。はい、はい、36点。3600円で、うん、32万くらい。はいはいはい。なので、ね、最近の？9月です、ね。あ、9月。はい。ちょっとウィンファイブにちょっとね今興味津々なんですよ。要するに当たった時のハイプやっぱでかい、一番自慢できる。そうですね、はい、私もツイッターで今日ジャイさんが来ますって書いたら、あのツイッターでリプライが、あのウィンファイブについて聞いてきてください。ちなみにジャイさんのウィンファイブのちょっとですね、配当がですね、はい、4,432万9,120円。それ最高ですね。すごい。2014年でしたかね。そうですね、2014年の1月。すごい。ちなみにその時の、5レース目の勝ち馬がミッキーアイです。はいはい、そうだ、1頭だけだったんですよね。うん、そう。あの時の心境は。あの時はね、まあこれ話すと長くなるんだけど、はいはいはい、悲しかったっていう。悲しかった。でたまたまその時って、うん、あの爆笑問題さんのラジオで、はいはいはい、300回記念で、はい、明石家さんまさんがゲストだった、はい、で僕仲いいんです、さんまさんと、はい、であの見に行っていいですかって見に行ってたの、はいはい、でラジオの放送中に当たったわけ、はいはい、で俺爆笑問題さんとさんまさんを見ながら当たってるから、俺何で稼いでんだろうって思って、なるほど、ちょっと悲しくなってしまったっていう。はい、大御所の2人、はい、お二方を見て、片やお笑いで億稼いでて、ジャイさんが4000万を見ながら稼いで、確かに芸人の血がね、そう思わせるんですよね。でもね、そのさんまさんたちがじゃあ逆にギャンブルではそれだけ当てれるのかって考えたら、だから俺ギャンブラーじゃない。職業ギャンブラーじゃないから。でも爆笑問題さんもさんまさんも競馬大好きですもんね。そうです、まあ、さんまさんもやってないですけどね。あんまやってないです、はい、さあじゃあ E5 をちょっとちょろっと、まあ、まだやっぱね、この段階やっぱ難しいんですよ。まあそうですよね、結局、はい、馬券って、いつ買うのがいいかっていうと、絶対的にその発送直前に買うのが一番いいんですよ。あ、だ直前までやっぱ見ないと。そうですね、パドックの回収馬も、うん、そうです。だからこの段階でまだそこまでの精度っていう、はいはい、また僕もここから、追求していきますから、はいはいはい、ポイントはどこですかね。ウィンファイブを当てる、まあ、コツという言うんですかね、こう、はい、なんかこうした方がいいよっていうなんかざっくりな、あ、いろんなテクニックはあるんですけど、そう、そのテクニックをねちょっとね知りたいんですよ。あの、自信がある穴馬を一点にするとか、はい、え、穴馬を一点、うん、逆にで、みんな硬いだろっていうところで一点買う人が多いじゃないですか、はいはい、逆でもう穴馬を一点にするんですよ、うんうんうん、そうすることによって高配当が取れる、はい、やっぱ僕も30万とか別に欲しくないっていうか。、はい、いやすごいのよ、さすがすごい人だったのはすごいけど、はい、あとは、
ダントツ一番人気だった場合の馬がいた場合に、はいはい、あえて外して買うとか、はい、それだけでぐんと跳ね上がるんで、これね、でもね、うん、よくあるんですよね、うん、1点何倍の馬がいて、うん、もうここはもう硬いだろうってそこ1点に絞ったら、うん、綺麗に2着なんですよね、うん、で、あとと考えたらこれ10倍、20倍ぐらいつく馬これ狙えたのにな、そうそう、でもウィン5のなってるから、うん、こっちになっちゃうんですよね、この2択がもう 1. 点何倍のなんか手堅く買いたい、別に手堅くはないのに、うん、それが、うん、っていうことになるんです、わかりますわ。そして、ウィン5をウィン3にする方法みたいなのもあるんですよ。えそれ、言って大丈夫ですか、この大丈夫です、僕たちだけで聞く聞きますよ、一回カメラ止めてもらっていいですか、だからこれはもう単純に勝負レースを3レース決めるんですよ、はい、で、残り2レースを全通り買うと、ああなるほど、ここさえ当たればっていう3レースさえ当てれば、なるほど、うん、ちなみに、3レース1点で買った場合に、はい、他の2レースが、10頭立てだった場合の総流しでも、はい、1万しかいかないですか、あ、100点で買える、100点で買える、大体100点で買える、はい、そう考えると、うん、もう気持ちも楽ですもんね、そうですね、ここだけで、でも難しそうなやつでも全部 買っちゃえばで、そこで荒れてた場合に、例えば最終レースが総流しだった時に、はい、もう余裕じゃないですか、そうですね、もう当たるの確定なんですよ、あとはもう見方が変わるんですけど、はい、穴馬こい、穴馬こい、できるだけ穴馬こいっていう見方に変わる、荒れろ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 、今まであんなに固くいってほしかったのに急に、確かに一個でも人気が落ちてる方が配当が一気に跳ね上がるんですよね、うんうん、そうですね、なるほど、そういう買い方しないと何千万は来ないよな、やっぱ当てたい人はどうしても人気どころ行って、うんね、まあ、ちょっとたまに中穴当てて、はい、せいぜい30万スイングがスイングスイングが小さくなってくるんですよね、そうですね、いいですよ、私はウィン5当てるっていう1年の目標が達成されたんで、いやでもすごい、確かにすごいことですけど、ね、36点で30万で、あとはやっぱ最初に外すのが怖い人が多いので、はい、一番面白くないじゃないですか、確かに、となるとそうしたってなります、ね、やっぱ1レース目を割と多めに買う人が多い、どっちかというと、はいはいはい、そうなると逆三角形になっていくんですよね、はい、1レース目絞った方が基本的にはいいっていうことです、なるほど、要するに逆逆を、そうです、みんなのウィンファイブ買ってる人の心理の逆逆をいくと、人競馬なんても人間との戦いですから、そうですよね、これも名言ですか、ジャイさんの、まあここでも取り合ってるわけですもんね、パイをね、そうです、そうです、はい、だからもう本当に本当は僕本命教えたくないです、ああ、みんなそっちになっちゃう、結構もう今4番人気が1番人気になったりとか、はいはいはい、影響力がね、そうか、そうなんですよ、そうなるともううまみがなくなってくる、確かに確かに、今日おっしゃったのは嘘です、いやいやいや、さすがにそこまではしてないですけどあの本当にだからうまみがなくなってしまうので、そうです、せっかく見つけた穴馬を本命することでみんながバーッと買って人気を上がっていくと、だからよくあるのが、えこんだけしかついてないのっていう、割とオッズは割と当てられる方なんですけど、だいたい何倍ぐらいっていうのは、そういうことが、え嘘でしょみたいなとかもありますね、単勝とかは売れてないのにジャイさんと同じ買い方のこの1,2,5だけ売れてるとかね、うわ辛いな、結構それそうなんです、これは辛いですよね、で僕、まあ、基本的には穴狙いなんで、はい、穴狙いなら穴狙いほど下がるんですよ、ちょっと買ってもぐんと下がっちゃう、うん、だから1人しか買ってなくて1万倍だったのは、うん、もう2人買ったら5000倍になってしまう、はい、もう半分なんです、5000倍下がるわけです、全然違いますね、うん、なるほど、そうなんですよ、これはまあ当たる人の差がというか、そうです、まあ G1 とかだったらさすがに、まあもう母数がね、そこまで、はい、影響はないですけど、もう地方競馬なんてもう一瞬ですもん、あ地方競馬地方競馬です、いや自分が買っただけですけど人に教える前に、だって高爺さんの馬ずっと一番人気だったらしいですもんね、あ高爺さんが買うから、買うからね、まあそういうことで、さあ、じゃあウィン5
これどうします？ちょっとね、せっかくウィン5の5つ目が重賞レースなんですよ。軽杯こちらちょっと狙ってる。そうですね、ちょっと人気がわからないんですけど、はい、面白いなと思うのは、まあクリスマス狙おうかなと。ああ、勝浦ジョッキー、はい、休み明け。休み明けですけど、うん、2連勝中でございます。そうですね、ちょっとまあ出来も、割と良さそうなんで、このままずっと安定して。そうですね、なんか毎回爆走してる感じがしますよね、一生懸命、うん、なるほど。まあ他にもね、ネロとか、メラグラーナとか、そうですね、エイシンスパルタンとか人気がある馬いるんですけども、ちょっと狙ってみたいのはクリスマスかなっていう。なるほど。コメントでも買いますよって。あ、本当ですか。まあ、あとはだから単純にもう要は馬券としても買えるからね。そうですね、うん、僕が狙ってもセカンドテーブルですね。セカンドテーブルいいですね。はい、京都の 1200m はスローペースになりやすいので、うん、こういった前行って、プレッシャーがかからない状況だったら、うん、一発あるかなと。まあ、あの明日は難しいですね。明日は V5 でも難しい方の日ですか。です、あの絞れるレースがなかなか難しいので、うん、もうそれこそ本当にここはもうこれ来なかったらしょうがないっていう感覚で、なるほど、あの5レースのうち、まあ、2レース、3レースぐらい決めて買うっていうのもまあいいかなと。またジャパンカップで、まあ、自分の本命の1点を全力応援で Win5 的に買ってて、うん、あと広めに行くとか、うん、そういうことですかね。私毎回36点ずつ買うんですよ、ちょっとビビっちゃうから何万円も買うのは。そう、36点ぐらいじゃなかなか当たらないもんですかね、Win5。まあ、でも僕16点で60万当ててますからね。へぇ、まあでも4000万当ててるからね。そうだ、そう、16万って全く武器持ってないのにジャイさん対抗勝負かっこ悪い。フォークで勝とうとした。僕でももう20回は超えましたからね。敵中、敵中、Win5 の、まあ、あんま言うとちょっとあれ。そうですね、なんかいろいろあれです。そうか、そうですね。だから、言わないんですよ、当たっても。俺たち言いたくなるじゃん。はい、確かに、うん、言わないです。いや、まあ、たかる人が多くそうですよね、確かに。その、世間で言われてる4000万以上当たったことは、うん、うわ、それは言います、さすがに、うん、これも事件ですもんね。そうですね、はい、もうニュースですからね。後でバレても恥ずかしい。隠してたで言うて、はい、確かに、隠してたで、恥ずかしい。なのでも Win5 の、まあ、コツというか、そのテクニックを聞けたっていうのはこうかなりでかいですよね。まあ、他にもいっぱいありますけどね、その Win5 のテクニックみたいなものは。え、そちらは、あともう一個、もう一個だけ教えてもらっていいですか。残り3分。まあでも、まあ後で言います。あります。あの著書にもね。あ、そう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 。当然ね、今日の皆さん読まれてると思う。もちろんですよ。そうですね。嘘は下手だな。もうびっくりともせんけど、ただただ笑顔ってだけ。目が泳いで。あ、もうジャイさんの本買いたいというおっしゃってる方、ぜひちょっと読んでみてください。あの、本当にあの3種類いるんですよ、僕の本を読んだ感想をくれた人が、はい、勝てるようになった人、はいはい、負けなくなったっていう人と、辞めたっていう人が。でも辞めたって、今まで辞められなかったものがやっぱもう自分には無理だって。なるほどなるほど。読んで分かったっていうので、もう多分それはもう勝ちと一緒なんで。そうですよね、負けないっていうことなんで。回収率は常に 100% なわけですよね。はい、そうです。なるほど。じゃあジャイさんの方の面白いのが、結構どの馬を狙えばいいとかじゃなくて、やっぱりもうメンタルなのよ、うん、どういう気持ちで馬券を買うかっていうことを書いてるから、うん、多分本当になんか競馬セラピストじゃないけど、なんかね、そういう気持ちが変わるわけ。負けてる人って予想が下手な人じゃないんですよ。あのメンタルがダメな人が、なんでちゃうの？これピンポイントで。なんか占いの館に今だったら多分あの本100冊ぐらい買うと。影響されてるよ。そうなんですよ。なるほど。予想じゃないと。うん、予想が上手いのと、買い方が上手いのとまた別ですから。あ、はい、そこなんですよ。そうなんだ。そうです。
あの里奈人のワイドソー流しやった本当にいつもありがとうございます。いつもありがとうございます本当にありがとうございます今日はやめますなるほど、まあ、そういうことでございますから、ちょっとね、Jさんの本を買って、ね、勉強するのもよし、この、はい、この後この番組 YouTube にアップされますから、あ、そうなんですか、はい、これを何度もね、見て、ポイントをぜひ探っていただけたらなと思います。はい、本日のゲストは、イッサンとジョンソン、Jさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、その、この後は2021時から予想チャットで皆さんと予想を決めていきましょう。ということで、一旦さよなら。さよなら。ありがとうございました。